ナオパルコです。アキです。いやすごいいいですよ、反射してますよ。してます。今日めちゃくちゃ天気いいですよ。天気いいので、まああの以前話してた、はい、テラス改造してるって言ってたじゃないですか。ああ、はい、あれが完成したので、あちょっと今日は人の紹介ですね。なるほど、はい、なので外に行きましょう。外行きましょう。はい、はい、じゃあいいっす。明るいっす。明るいっすね。こんな感じです。これですね。はい、どうも。どうですか。テンデロテラスですね。テンデロテラス、はい、めっちゃ明るいし目立つでしょ。めっちゃなんでこの色にしたかっていうと、僕青と黄色好きなんですよ。で目立つ色もいいなと思ってて、うん、好きな色塗ってたら気づいたらイケア色になったって。だいぶイケアっぽくなっちゃったっていう感じなんですけど、まあ目立つよね。目立つね。そもそも、うん、なんでせんべろ始めたんですか。せんべろですか、はい、あこれ作った理由ですね。そうです、そうです。まずテラスが汚かったんですよ。あ第一テラスをあと綺麗にしたいなと思ってて、うん、ただ色塗ってもつまんないなと思ったんで、なんかないかなって考えた時にバルで、うん、うちみたいに肉バルでせんべろのスタイルってあんま聞いたことない。聞いたことないね。大体せんべろって言ったら大衆酒場とかで、ね、なんかね、うん、ちょっと梅割りとか焼酎のこぼれまし、うん、こぼれさせるみたいな焼き鳥屋とかそういうイメージなんですけど、こういうスタイルでせんべろってやったことないなと思ったんで、やっちゃおうと思って。せんべろって響きも好きだし、僕せんべろもよく行くんですよ、はい、居酒屋とかそういう大衆系好きだから。なのでせんべろテラスっていう感じで企画しましたね。なるほど、こういうことだったんですね。そうですね。チャイルディッシュ、そのせんべろなんですけど、はい、どういうシステムなんですか。システムはこちらです。なんてことだなんてことだ。せんべろシステム、だテラス席ご利用のお客様限定なんですよ。ああ、なるほど。で、ドリンクが0円、なんとすごい。で、夏季ドリンクは対象ですね、はいはい、ハイボールとかサワール、うんうん、緑茶ハイ、ウーロンハイとか。ああ、美味しいですからね。これが0円です、なんと。で、ルールなんですけども、はい、90分制のラストオーダー60分ですよ、ね、なので、まあ、1時間飲み放題ってことですよね、これが0円で。で、フードが2品制、はい、グラス交換制で、追加料金で通常ドリンクメニューも頼めます。まあビール飲みたい人は通常ドリンク、通常料金飲めます、ね、で、あとはテラス席ご利用のお客様すべて適用されるんですね。で、スタッフの指示に従ってください。プラスチャージと投資料ないので、これすごいですよね。これ、まあガフって、まあ元々ね、そもそもチャージと投資料取ってないんですよ、はい、なので、本当にせんべろ、うん、他のお店さんのことでそういうのあれなんですけど、せんべろって言って1000円で本当にベロベロになれないところあるじゃないですか。あなるほど。200円なんだら終わりだなって、はい、うちマジで1000円がベロベロになれる。これ慣れちゃう。これ慣れちゃう。フード用は2品頼むだけでいいの で、ね、例えば一番安いうちだとここにフードメニュー、あここに一番安い、そうですね、まあ、ナッツとか、そうですね、なんかピクルス430円とか例えば1000円払ってお釣りが来るっていう感じ。そうですね。なんなんで恐ろしいシステムを、とんでもないですね。作ったので、まあ、これからあとあったかいじゃないですか、あったかい、テラスで飲みたいし、あとコロナで、やっぱりその密を避けるためにも外で飲みたい方が、飲める方がいいのかなと思って作りました。だからここでもうすぐなんかキッチン見えるので、うん、ここでもうドリンク頼んでフード頼んでみたいな感じでできますので、本当にマジでお得な感じになってますね。はい、で大体ここら辺で席、まあ、4人2名様2名様かな、うん、であとここら辺でも使ってもらって大丈夫なので、はい、面白いな、まあ、ここだったらどこでもいいですね。そう、うん、あとは昼夕方とかやっぱ夜、今ちょうどいいですからね、気温がね。気温いいですね、涼しいぐらいで、かなり心地よい風を浴びながら、飲めるなと思いますので、そんな感じですね。なるほど。どうですか、このシステム。いやアッキーさんとどうですか。すごいっすよね。俺は来ちゃいますね。ですね。ベロベロになっちゃう。はい、なので皆さんよかったらぜひお待ちしておりますので、これ飛び込みでも全然大丈夫なので、はい、いきなり来ていただいて。で、うちは12時から、オープンしてますので、昼からベロベロになれるので本当に感じで、まあ、外はせんべろじゃないですか、はい、中に入れば出世騒がるので、ああそうですね、そうですね、もどっちでもベロベロになれるよ、ね、でもそうですね、はい、ベロベロベロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ここでちょっとそのせんべろどういう感じなのかなとか雰囲気プロモーションちょっと今撮ってみますので、あ、はい、なるほど。
じゃあ行きますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、失礼です。そんな感じです。せんべいのテラス。すごいですね。いいっすよね。普通に僕も飲みに来たいし。いいっす。ここにね、可愛いキャラがいるんで。そうそうそう。見ました、さっき見たと思うんですけど、これ誰か分かったかな、誰か。分かるかな。結構いろんな人に聞いたら、案外分かんなくて。え、つ、つま。マジか。千円札の野口玲夫さん。野口玲夫さん。せんべろなので。そうですよね。気づいた人は気づいたと思います。気づいてほしい。かわいいよね。かわいいよ。いきなりね、アッキーさんにね、こういう感じにしたいからって言って無茶振りしたんですよ、僕が。そしたら綺麗に全部まとめて書いてくれてね。だいたい僕が言った頭の中で考えたものを彼が具現化してくれる。割ときつい時あるでしょ、たまに。結構ね。それみたいな。って時ある。こうこうこうやってこうしたいから、こういう感じでみたいな。そうそうそう。で、アッキーさんが頑張って、具現化して、絵に起こすみたいな。そうそうそう。で、そこからまた修正が入って、うん、じゃあこれでいこうみたいな感じで。ね、色は僕が塗りました。あ、そうですね。実はこれ色塗るのも結構大変だったから。そうだね。うん、綺麗ですよ。そう。うん、業者とかに頼むのは結構いくと思うから、ね。結構するよ。ペイントだけでも。でも大体これ費用いくらなんだろう。そんなかかってないんだよ。ペンキ代だけだと1万円かかってないから。そうだね。うん。まあうまくできたら。そうですね。ありがとうございます。本当にいつも。いやいや、ありがとうございます。こちらこそ。って感じで乾杯します。乾杯。はい。千両です。甘いなぁ。気持ちいいね、外で飲むと。天気がいいからね、うん、まあ、これでまた来てくれればいいけどね。そうですね、うん、これから本当外気持ちいい季節だ。そうだね。あとコロナもすごいからね、今大変よね、本当にもう意外に知らない。今1月21日なんですけど、今日、うん、今週とかにまた緊急事態宣言出るかもしれない。ね、出そうですね、はい、そしたらまた休業になるかもしれないんですけども、うん、この企画は必ずやってますので、うん、本当に皆さん飲みに行ってください。そうですね、本当に今ね、飲みづらいですから。飲みづらいからね。来てほしいですね、本当に、うん。ちょっとでもね。昼、ね、外だと、あの、換気もクソもないと思う。ないですね。自由な感じ。自由で。うん、気持ちいいんで。待ってます。よろしくお願いします。ちゃんと。こんな感じですか、ね、こんな感じですか、はい。はい。ってことで、はい、締めの川柳ですね。そうですね。はい。お願いします。あ、もうその通りですよ。浮かびました。あ、はい、分かりました、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあせんべろテラス締めの川柳どうぞ。ベロベロになりたきゃいつでもガフに来い。ベロベロになりたきゃいつでもガフに来い。あ、そんな感じですね。はい、ほんとその通りですね。いや、結構今のコメントあったじゃないですか、はい、言っていただいて、はい、いろんな人見てました、こっち。でもあの人外で撮って恥ずかしいんでしょ。早々に切り上げたいです。あの二人漫才機やってるのかな。なんか撮影してたみたいに見られてます今。結構見られてます。
切り上げましょう。切り上げましょう。そうですね、テンベロ、はい、ベロベロし、ベロベロしたけどね、ベロベロベロしたけど、ガンコイ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 、ベロしたけど、こっちにしろ、言われちゃったけど、違う店にはいいですね、違う、はい、よろしくお願いします。